わざす、国さんです。今回なんですけども、今回はね、前回湯西川温泉に引き続きまして、栃木県にあります塩原温泉をね、ご紹介をしていこうかなと思っております。今回の内容なんですけども、前回の湯西川温泉と同様にという形ですね、観光名所とグルメのセットという形の動画、今回がその動画になります。そして本日宿泊いたしますので、それをね、2つ目の動画という形で行っていこうかなと思っております。今現在矢板インターチェンジの最寄りのセブンイレブンに泊まって撮影してるんですけども、これから現地の方に向かっていこうと思ってます。それではね、現地に向かっていこうと思います。それでは行ってきます。はい、矢板インターチェンジになります。はい、矢板インターチェンジ高速乗っていきます。チーズガーデンありますね。いやー、すごい綺麗だな。山が雪化粧で、インターチェンジから走ってね、5分ぐらいなんですけども、もうここら辺はね、雪が積もってますね。いやー、完全たる冬景色ですね。あー、今日は温泉、雪見温泉ですかね。いやー、楽しみです。はい、右手が道の駅塩原になります。道の駅をね、着いたところから山を登っていくような感じで、どんどん標高が上がっていくような感じになります。うわ、結構雪が見えてきましたね、積もってるのは。それではどんどん先に進みましょう。はい、左手がね、もみじ谷大吊橋になります。ここも観光地になってますね。それで右手側にね、この湯の駅、日帰り温泉になってます。はい、お昼のお店に到着しました。今回お昼食べるのはね、塩原温泉で有名なグルメといえば、スープ入り焼きそばの小林食堂さんになります。はい、お店はね、こちらになります。それではね、スープ入り焼きそば、皆さんにご紹介していこうと思います。それではお店行ってきます。
玄山窟さんに来ました。ここはね、前回動画で掲載した湯西川温泉ですね。そこの話の続きからみたいな感じになるんですけども、1185年、平家とね、源家の戦い、壇ノ浦の戦いですね。それで源がね、勝ったんですけども、その源のね、中で口論っていう形であって、皆さん有名なね、源の頼朝と源の義経ですね。壇ノ浦の戦いで源の義経がね、軍師のね、命令や源の頼朝のね、言うことを聞かないというね、そんな状況で源の頼朝の方がね、天皇の方に寄り添って源の義経を殺してしまえと、天皇の方から了承を得て源義経一家一門をね、殺してしまうという、まあそういう話になってしまって、源の義経一門のね、中の親しかった家来、源の有綱ですね。その源の有綱がね、ここのね、鍾乳洞の中で源頼朝一門の方に見つからないという形で、まあこう落ち人と隠れた場所になるんですね。まあ最終的にはね、目の前の看板に書いてある通り、洞窟の中でね、米を研いでて、その研ぎ汁をね、流して外にね、洞窟の方に出してしまって、その研ぎ汁がね、源頼朝一門の方に見つかってしまって、まあそういうね、隠れたね、場所になるんですね。そこが観光地になってるような形です。そしてその洞窟はですね、この目の前にある大きな門をね、階段をこういう風に登っていきまして、洞窟が入る入り口があるような形ですね。そしてここにはね、駐車場のね、見取り図といいますか、書いてあります。今現在1位という場所がね、下側ですね。階段が苦手な方、足がねちょっと弱い方は、上にある第2Pと第2駐車場がございますので、そちらの方から入ってくださいという、まあそのような看板になっております。それではですね、洞窟の方見ていきたいなと思います。はい、上はねこんな感じになってます。それではね、洞窟の方、鍾乳洞の方ね、入っていきたいと思います。おお、こんな感じになってます。はい、行きましょう。はい、入り口がここですね。ここから降りてきたんですけども、またここですね。またさらにここ狭くなりますね。いやー、階段急ですね。よいしょ。はい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 、はい、こんな感じでね、洞窟で生活をしていたみたいですね。はい、それでね、こちらにはね、説明が書いてありますね。当時は米の他に冷えや泡を食として食べてたみたいですね。それで地元の農民たちは、乱世の世に我が身を守ってもらう代わりに、貴重な米を武士たちに献上していたと、そういう形をとっていたらしいです。それでは奥の方に入っていきます。いやー、狭いぞ、かなり。これはなんだ、コウモリの靴って書いてますね。洞内の照明を LED したことによって洞内の温度が下がってコウモリが復活している。昼間は人の出入りがあるため奥の方に潜んでると。はい、お次はですね、鍾乳洞の説明が書いてある、まあ、展示物があります。ここに記載されている通り、ここ一帯はね、昔は塩原湖というね、湖だったみたいですね。火山が噴火されて溶けた溶岩ですね、どんどんと湖が埋め立てられるような形になって、その後にね、雨が降って割れ目ができて、で冷やされて最終的にこういう形で空洞ができて鍾乳洞ができたという、そういう形になったみたいですね。はい、地上の方にね、出てきました。出てきた場所はね、こんな感じになってます。それでこの右手側の方にはですね、ブム関連のね、資料館がございますね。それと目の前は売店ですね。それでは資料館の方見ていきたいと思います。
今回の動画はねここで終了となります。いかがだったでしょうか。まずこの上のね鍾乳洞の洞窟ですね。ここもね歴史のね観光としては魅力ある観光スポットになります。それとね昼ご飯で食べたスープ入り焼きそば、これはね栃木県では有名なご当地グルメの一つなので、まだ食べたことがないという方はですねぜひ一度食べてみてください。それではねこれで終了となります。今回の動画はねちょっとでもね参考になったと思いましたらね、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとまだチャンネル登録をされてない方おられましたら、ぜひともね下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。